コーカサスの虜、トルストイ作、福士幸次郎役。1、ジリンという名の将校がコーカサスの軍隊に勤務していた。ある日、国から手紙が来た。お母さんから来た手紙でこう書いてあった。私もだんだん年を取っていく。そこで死なないうちにもういっぺん私のかわいい息子を見たいものだ。来てお名残をして葬っておくれ。それが済んだら神様のおぼしめし次第でまた帰って勤務するのもよい。私は神に祝福してあげるけれども、お前のために娘を一人見つけておいた。利口で気立てがよくて財産も少しはある。気に入ったらお嫁にもらってうちにいるのもよかろう。ジリンは何度も考えた。手紙に書いてあるのは全く本当だ。お母さんはどんどん年を取っていく。今度の時を外したらまたと生きて会えないかもしれない。行った方がいい。それに娘が良いやつだからどうしてもらわずにいられよう。そこで連隊長のところへ行って休暇をもらい、仲間の将校にはいとまごいをし、兵隊どもにはボドカ、強い酒の一種ヨンタルを別れのご馳走に振る舞って旅立ちの支度をした。その頃コーカサスは戦時にあたっていた。道は夜昼とも物騒であった。城塞からちっとでもロシア人が馬でなり歩いてなり出ると、奪還人は殺したり山へさらっていったりした。そこで一週に二度兵隊が一つの城塞から次の城塞へ行軍して、そこここへ出る旅人を護衛することになっていた。季節は夏であった。夜明けに二馬車の行列が城塞に援護されて支度を済ました。兵隊は行進し始めた。一行は街道について出発した。ジリンは馬に乗り、荷を積んだ車は二馬車の行列について行った。その日は8里行くことになっていた。二馬車の行列はのろのろと進んだ。時々兵隊が止まる。どうかすると車の輪が外れる。馬が止まって動かない。するとみんなは待ち合わせてなければならなかった。日差しはとうに昼を過ぎていたが、道は半分も来てなかった。埃が立って暑くって日がじりじり照りつけた。しかも日陰というものがどこにもない。周りは一面に裸の原っぱで、道端には立ち木一つなく草むら一つない。ジリンは先頭に立って馬を進めていた。そして立ち止まって二馬車の追いつくのを待っていた。すると合図の角笛の鳴るのが後ろで聞こえた。一行はまた止まった。そこで彼は考えた。これじゃあ俺一人で行った方がよくないかしらん。馬は良い馬だし、奪還人が来たって逃げるわけにはわけはない。だが待てよ、待ってた方が利口だろう。じっと考え込んでいると、コステリンという銃を持っている将校が馬を乗りつけてきてこう言った。おいジリン、俺たちだけで行こうじゃないか。どうもやりきれない。喉は渇くし、暑さはひどいしよ。俺のシャツなんてぐっしょりだ。コステリンは太ったどっしりした男で、汗はその赤ら顔をだらだら流れていた。ジリンはちょっとの間考えてこう聞いた。君の銃は弾を込めてあるのかい？うん、そうだよ。じゃあよろしい、行こう。だが二人離れっこなしということにしよう。こうして彼らは原野を横切る街道を話はするが、絶えず両側に目を配って進んでいった。彼らには遠方までぐるりと見えた。けれども野原を突き切ったら、街道は二つの小山の間になっている谷へ走っていた。そこでジリンはこう言った。あの小山へ登って人当たり見た方がいいだろう。でないと奪還人の方が先にこちらやってくるかもしれない。けれどもコステリンは、つまらないよ。ずんずん行こう、と答えた。しかしジリンは承知しなかった。
行けないよ。よかったらここで待っていたまえ。俺だけ行ってみてくる、と言った。そして馬を左に回して小山を登った。ジリンの馬は狩猟の馬だ。翼でも生えたように小山の腹へ運んでいった。ジリンは100ルーブル出して子馬の時、馬買いから買った。そしてこれを手図から仕込んだのだ。小山のてっぺんにつくかつかないかに、前方一丁とないところに30人ばかりの脱炭人が見えた。彼はそれが目に留まるや否や馬を返した。けれども脱炭人の方でも彼を見つけた。そして馬をいっぱいに飛ばせて追いかけながら、鉄砲をぶっ放しぶっ放しやってきた。リンはコステリンに銃を用意しろと怒鳴りながら、馬の足がかけられるだけかけさせて小山を下った。そして心の内で馬にこう言っておいた。おい、うまく切り抜けてくれ。つまずくなよ。そんなことすると万事おしまいだぞ。鉄砲のあるところへ行きさえすりゃ、やつらの捕虜にはならないんだぞ。ところで、待ってると思いのほか、脱炭人が目に留まるや否や、コステリンは全速力で城塞を刺して引き返した。彼は一方に鞭をくれるかと思うと、今度は片方にくれて、土煙の中には馬の振る尻尾しか何も見えない。ジリンは形勢がひどく悪いと見た。銃はなくなったし、剣しか武器がなくてはどうすることもできない。彼は逃げようと思って馬を護衛隊の方へ向けた。けれども脱炭人が6人彼の先に回ろうとして突進してきた。ジリンの馬は良い馬だ。しかし向こうのはもっと良かった。おまけに彼らは彼の通り道にいた。そこで馬の手綱を絞って他の方向へ向けようとした。が、ひどく早く進んでるものだから、馬は止まれなかった。そして脱炭人の方へまっしぐらに突進した。彼は灰色の馬に乗った赤ひげの脱炭人が銃で狙いをつけ、威嚇して歯をむき出してやってくるのを見た。はぁ、とジリンは思った。俺はお前を知ってるぞ、悪魔だろう。俺を捕まえたら穴の中へ突っ込んで引っ叩くんだろう。だが俺は生きてなんかとっ捕まらないぞ。ジリンは大きくはないが勇敢なやつであった。剣を抜いてあいつを突っ転がしてやるかぶった切ってやれと思いながら、その赤ひげの脱炭人めがけて突進した。彼はまだ一馬身ぐらい離れていた。その時後ろから銃を撃たれて、そいつが馬に当たった。馬は力いっぱいにどしーんと地へ倒れて、ジリンを下敷きにした。彼は起き上がろうとした。しかし変な匂いのする脱炭人が二人早くも彼の上へのしかかって手を後ろへ締め上げた。ジリンはもがいてそれを振り落とした。が、他のやつが馬から飛び降りて銃の尻で頭を殴った。彼は目がくらんで後ろへ倒れた。脱炭人はそこをひっ捕まえて、蔵から予備の副帯を外し、ジリンの手を後ろへねじて、そのくくり目を脱炭結びで結びつけた。彼らは彼の帽子を叩き落とし、長靴を引っこ抜き、体中をまんべんなく探し、着ているものを剥ぎ、金と懐中時計を取り上げた。ジリンは振り向いて馬を見た。馬は横に転がって、かわいそうに寝たきりであった。足を食うにやってもがいているが、地につくことができない。額には穴が一つ開いて、黒い血がドクドク注ぎ出して、周りの砂ぼこり、二尺ばかりドロドロにしていた。脱炭人のうちから一人、この馬のところへ行って蔵を外しにかかった。馬はまだ蹴り上げていた。そこで短剣を抜いて、その喉笛を切った。喉はシューという音がして、馬は一度もくっと起き上がった。そしてそれっきりこと切れてしまった。脱炭人はその蔵と馬具を外した。赤いひげの脱炭人は馬に乗った。すると他のやつがその蔵の尻へジリンを持ち上げて、落ちないようにその脱炭人の皮帯で彼をくくりつけた。そして馬を揃えて小山の方へ進んでいった。こんな風にジリンは乗せられて右に左に振られていた。そして頭をその脱炭人の臭い背中にコツコツぶっつけた。
彼には何も見えなかった。ただそのたくましい背中とずんぐりした首と反った青々した坊主頭がやっと見えた。ジリンは頭をやられていた。血はまぶたの上にへばりついていた。そして身を置き換えることもできなければ血を拭い取ることもできなかった。腕はしっかり縛りつけられているので首の骨がズキズキいたんだ。一行は長いこと小山を上がり下りしていた。それから一つの川へ来てそれを渡った。そして谷間に入っていくカンカンした街道へ来た。ジリンはどこへ行くか見ようとした。しかしまぶたが血のためにひっついているし、それに横を向くこともできない。日は暮れかかった。一行はまた一つ川を渡って岩山を登った。ここまで来たら煙の匂いがし犬が吠えていた。アウル、ダッタン人の村へ着いたのだ。で、みんなは馬を降りた。ダッタンの子供らが来てジリンのぐるりに立った。そして嬉しがってキャッキャ言いながら彼を狙って石を放りつけた。例のダッタン人は子供らを追い払った。そしてジリンを馬から下ろしてうちの者を呼んだ。頬骨の高いシャツ一枚着たきりの、それも散々に破けて胸がそっくり丸出しになっていた。野外がその声に応じて出てきた。ダッタン人はこれに用を言いつけた。野外は行って枷を持ってきた。二個の樫の木切れに鉄の輪がはまってその輪の一つに錠がついていた。彼らはジリンの腕をほどいて足に枷をはめ、そして物置小屋へ引きずっていって押し込め、戸に錠を下ろした。ジリンはうず高い根わらの上へ倒れた。彼はしばらくじっとしていた。やがてそこら中手探りをして柔らかい場所を探してそこへ座り込んだ。2. その晩ジリンはほとんど眠らなかった。季節は夜の短い頃で日は間もなく壁の割れ目から差してきた。彼は起き上がって割れ目を引っかいて大きくした。そして外を覗いた。小山を降りていく街道がその穴を通じて見えた。右手にはダッタン人の家が一つあって、すぐそばに木が二本あった。敷居際には黒い犬が寝ており、ヤギと小ヤギが尻尾をふりふりそこらをうろついていた。その次にはダブダブした長い明るい色のほうき、その下から桃引きと長靴を出している若い女が見えた。その女は頭に上着を引っ掛けて、金の大きな水がめをその上に乗せ、手には頭をくりくり反って、シャツ一枚着たきりの子供を引いていた。そして体の調子をとりとり歩いていくので、背中の肉がブル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 震えた。これが水を内へ担ぎ込むと、すぐ昨日の赤ひげのダッタン人が絹の手肉を着て横腹へは銀の塚の短剣をぶら下げ、裸足へ直に靴を引っ掛け、羊皮の黒い高い帽子を思い切って後ろ下がりにかぶって出てきた。彼は出てくると伸びをしてその赤いひげをしごいた。それからちょっとの間立ち上がってしもべに用を言いつけどこかへ行ってしまった。次に二人の子供が馬に乗って通っていった。馬を洗ってきたのだ。鼻面は湿っていた。この子供のほかに頭を剃った男の子が五六人走ってきた。桃引きも履かずたったシャツ一枚着ていた。これが一塊になって物置小屋のところへ来て小枝を拾って割れ目押し込み始めた。ジリンは怒鳴った。子供はうわーっと言ってバラバラになった。逃げるとき小さい裸の膝っこがチラチラ光った。ジリンはひどく喉が渇いていた。まるで干上がっていた。そこで彼は思った。ちょっと俺のところへ来て世話してくれないかな。そのとき誰か物置小屋の錠を外す音がした。例の赤いひげのダッタン人が入ってきたのだ。そしてそれと一緒に今一人、一段背の低い、顔の浅黒い、目の黒くキラキラした、ほっぺたの赤い、ひげの短い男が入ってきた。この男の顔は快活で始終笑っていた。なりなどは連れの男よりずっと立派で、金で縁縫いをした青色の絹のチェニックを着、腰帯には大きな銀の短剣を下げ、
銀糸で刺繍をした赤いモロッコ革のスリッパを履き、その上に革の厚い靴をまた履いて、頭には白い羊革の帽子をかぶっていた。赤いひげの脱炭人は困ったことでもあるように何かブツブツ言いながら入ってきた。そして入り口の柱によっかかって短剣をいじくりながらギロギロジリンを狼のように盗み見ていた。朝黒い男はまるでゼンマイでも仕掛けたように素早く機敏な身動きをしながらジリンのところへまっすぐにやってきて、前へしゃがみ相手の肩をたたいてひどく早口に自分の国の言葉でしゃべり出した。彼は歯をむき、目をひっきりなくしばたたき、舌打ちをし、イーロス、イーロスと繰り返した。ジリンは一言もわからなかった。そして水を飲むんだ、水をくれと言った。朝黒い男はただ笑ってばかりいた。そしてイーロスと言って自分の国の言葉でしゃべり続けていた。ジリンは唇と手を使って飲むものが欲しいという真似をした。男は分かって笑った。それから戸の外に顔を出して、ディナーと呼んだ。小さい娘が飛んできた。13ぐらいのほっそりした華奢な子で、顔が浅黒いだったんじに似ていた。紛れもない彼の娘だ。これもやはり澄んだ黒い目をして、いかにも気立てが良さそうな顔をしていた。袖の広い長い方を着て、腰帯は締めてない。上着の襟や前や袖は赤く襟縫いをしていた。そして桃引きとスリッパを履き、そのスリッパの上にはかかとの高い丈夫な靴をさらに履いていた。首の周りにはロシアの銀貨の首飾りをつけ、頭はかぶり物なしで黒い髪の毛をリボンと組み合わせ、金色の内ひもと銀貨で飾っていた。父親が言いつけると女の子は走って金の壺を持ってきた。そしてジリンに水を渡すと下へしゃがんで膝頭を頭と同じくらいの高さに突っ立てながら目をまん丸く開いてジリンの水を飲むのをまるで野獣でも見るように見守っていた。ジリンは空になった壺を娘に返した。すると野育ちのヤギのように青を食って飛びすさったのでお父さんは腹を抱えた。彼は娘をやってもう一つ他のものを持ってこさした。娘は壺を取り上げて走っていって、今度は丸い盆にパン種の入らないパンを持ってきた。そしてまたしゃがんでじっと目を見張っていた。それから脱炭人連は出て行って、再び戸に錠を下ろした。しばらく経つと千の野外が来てこう言った。ええだ、旦那、ええだ。この男もロシア語を知らない。ジリンがどうにかこうにか分かったのは、どこかへ行け、と言ってることだ。ジリンはその野外について、ビッコを引き引き歩いた。風で足が絡んでほとんど一歩も踏み出せなかったのだ。で、物置小屋から出ると、家の十軒ばかりある脱炭人の村と、小さい塔のある脱炭の寺が見えた。そのうちのある家で、馬が三匹蔵をつけたまま待たせられていた。そして男の子が、その手綱を押さえていた。例の朝黒い脱炭人はこの家から出てきてジリンについて来いと手招きをして、それから笑って自分の国言葉で何か言ってまた引っ込んだ。ジリンは入った。部屋は良い部屋であった。壁は粘土ですべすべと乗り込んであった。入り口の壁に寄せて明るい色の羽布団が一重ね積み重ねてあって、両脇の壁には立派な絨毯が壁掛け代わりに下げてあった。そして絨毯の上には銀を一面に散りばめた鉄砲だの、ピストルだの、剣だのを飾り付けてあった。このうち一方の壁に寄せて瀬戸土の床と等しい高さに炉が一つ切ってあり、床は麦こきの場のようにきれいであった。そして片隅の広い空なところには敷物が敷いてあって、その上に絨毯があり、そしてこの絨毯の上に綿毛で膨らました座布団があった。この座布団には例の朝黒い男と赤いひげの男と3人のお客と合わせて5人の脱炭人が座っていた。彼らは室内履きのスリッパを履き、背を持たせかける布団がめいめいにあった。
前にはトウモロコシの菓子を丸い盆に乗せたのや、溶かしたバターを鉢に入れたのや、ブザすなわちダッタンビールを入れた壺など置いてあった。彼らは手で直に菓子とバターを食っていた。例の朝黒い男は飛び上がって、ジリンにそっち側におれ、土間に直にいて敷物へは上がるな、と言いつけた。それから敷物へ座り直して、客にトウモロコシの菓子とブザを勧めた。野外はジリンを座らせた後、上靴を脱いで、他の人のと一緒に戸際に置き、もう少し主人の傍らに寄って敷物に座った。そしてみんなの食べるのを見守りながら、唇を舐めていた。ダッタン人は食べるだけ食べてしまうと、さっきの女の子と同じようななり、長い方に桃引きを履いて頭に半ゲチをかぶっている、押した女が来て、残ったものを運んでいき、それからきれいな鉢と飲み口の狭い水差しを持ってきた。ダッタン人は手を洗い、その手を組んでひざまずき、四方に息を吹いてお祈りの句を唱えた。それからちょっと話し合いをして、客のうち一人がジリンの方へ向いた。そしてロシア語でものを言い始めた。お前はカジ・モハメッドのために捕虜になった。赤いひげのダッタン人を指さした。そしてカジ・モハメッドはアブタル・ムラットにお前を与えた、と朝黒いダッタン人を指さした。だからアブタル・ムラットは今お前の主人だ。ジリンは黙っていた。するとアブタル・ムラットは笑ってジリンを指で指し、幾度も兵隊のロス、いいロスと繰り返し繰り返し喋り始めた。通訳は言った。この人はお前にうちへ手紙をやって身の代金を送らせろというのだ。金が来ればお前はすぐ自由にしてもらえる。ジリンはちょっとの間考えた。そしてこう言った。身の代金はどれくらいいるのだ？ダッタン人はしばらく相談していた。それから通訳はこう言った。3000ルーブルだ。いけない、いけない、とジリンは言った。そんなには出せない。アブダルは飛び上がった。そして相変わらず自分の言うことがジリンにわかると思って腕をフリフリ喋った。通訳はそれを通弁した。どれくらい出すんだ。ジリンは考えた。そしてこう言った。500ルーブル。するとダッタン人は一斉に恐ろしく早口に喋り出した。アブダルは赤いひげの男にわめいた。そして口から唾が飛ぶくらい早口で喋った。相手の赤いひげの男は目ばかりぐるぐる回して舌打ちした。騒ぎはしばらくあって静まった。そして通訳はこう言った。500ルーブルじゃあお前の主人には足りないんだ。主人はお前のためには200ルーブルも払っている。カージー・モハメッドはこの人に借金があるのだ。そこでお前を型に取ったのだ。3000ルーブル。それより一文もまからぬ。手紙を書くことを承知しないと、穴に入れられ無地で引っ叩かれるぞ。へえ、とジリンは考えた。これはビクビクしては状況が悪くなる。そこでさっと立ち上がってこう言った。そいつに話してくれ。俺を脅かしなんぞしたら、俺は書かないだけだ。そしたらあいつは一文にもなりはしないよ。俺はお前たちみたいなやつを怖がったことはないぞ。これからだってちっとも怖くない。通訳はそれを伝えた。すると一同はまた一斉に喋り出した。彼らは長いこと早口に喋っていた。それから例の朝黒い男が飛び上がってジリンのところへ来た。そしてドジジッとロス、ドジジッとロス。ドジジッとというのは彼らの言葉では勇敢ということだ、と言った。そして笑って通訳に何か言った。通訳はそれを伝えた。1000ルーブルで我慢しよう。ジリンはどこまでも言い張った。500ルーブルしか出さない。だが俺を殺したら今度一文も入らなくなるんだ。ダッタン人はしばらく相談した。それから下男を出して何か取りにやった。そしてジリンを見たり戸口を見たりしていた。下男はがっしりしたボロを着た裸足の男を連れてきた。この男も足には枷がかかっていた。ジリンはびっ
くりして息もつけなかった。その男はコステリンであった。彼も捕虜になったのであった。二人は並んで座らせられた。そして互いに自分に起こったことを話し始めた。彼らが話している間、ダッタン人は口をつぐんで見ていた。ジリンは自分に起こったことを話した。するとコステリンは馬が動かなかったことや、銃を撃ち損じたことや、それからこの同じアブダルが追いついて捕まえられたことを話した。アブダルは飛び上がってコステリンに指を差し何か言った。通訳はそれを伝えた。お前らは二人とも今一人の主人のものになっている。しかし先に身の代金を払った者は先に自由にしてやる、と通訳した。さあいいか、とジリンに言った。お前は怒ったが、そこのお前の仲間はおとなしいぞ。家へ手紙を出したから、うちでは5,000ルーブル送ってくるだろう。だからこいつには食べ物もよくしてやるし、待遇もよくしてやる。ジリンは返事をした。俺の仲間はどうしようが勝手だ。きっとこれは金持ちなんだろう。だが俺は金持ちじゃない。俺の言った通りにしてくれなくちゃダメだ。殺したかったら殺すがいい。そんなことしたって一文も入らないよ。そんなことしたって500ルーブルより上なら手紙は出さない。一度は黙り込んだ。すると不意にアブダルは飛び上がって小さい箱を持ってきた。そしてペンとインキと紙切れを中から出してジリンに渡し、その肩をたたいて書けという真似をした。彼は500ルーブルで承知したのだ。ちょっと待ってくれ、とジリンは通訳に言った。相当なものを食わして、相当な着物と靴をくれて、二人一緒にしてくれなくてはいけないって言ってくれ。そしてもらったら俺たちもちっとは楽しくなるだろう。それからこの枷は取ってくれなくちゃ困る、とジリンは自分の主人をじっと見て笑った。主人も笑い返して通訳の言うのを聞き、こう言った。二人には一番いい着物をやる。花婿もびっくりするような外套と靴をやる。王様の世話をするようにしてやる。一緒にいたければ物置小屋で一緒にいるがいい。だが枷は取ってやるわけにいかぬ。取ってやったら逃げてしまうだろう。だが夜になったら外してやろう、とこう言って彼は飛び上がった。そしてジリンの肩をたたいて怒鳴った。お前いい、俺いい。ジリンは手紙を書いた。しかし逃げてやるぞ、と一人思案しながら嘘の住所を書いて家に届かぬようにした。ジリンとコステリンは物置小屋に連れ返された。そしてトウモロコシの藁少しと、水を入れる壺とパン少しと、フル街灯2枚と、履き減らした軍隊靴、紛れもないロシア兵の死骸から取ったものだをあてがわれた。晩は足枷を外してもらった。そして小屋には錠が降りた。3、ジリンとその友達はこんな風にして丸一月暮らした。主人はいつでも笑ってこう言った。お前イワンイ、俺アブダルイ。しかし彼はひどいものを食わせた。平たく伸ばして焼いた種いらずのウルキビのパン以外何もくれなかった。どうかするとそれを練り粉のままでくれた。コステリンは国へ二度手紙を出した。そしてポカーンとして金の届くのばかり待っていた。彼は何日という間ぶっ続けに小屋に引きこもって、眠ったり手紙がつくまでの日数を数えたりして暮らした。ジリンは自分の手紙が家にはつかないことを承知しているので二度と書かなかった。ジリンは考えた。どこからお母さんはそんな金をこさえて身の代金なんぞ出せるもんか。お母さんは俺の送るお金で暮らしていたんだ。もし500ルーブルなんてこさえようもんなら、お母さんは飢え死にしてしまう。ああ、どうにかしてうまく逃げ出したいもんだ。こうして四周あたりの様子を見ておいて、逃げ方をあれこれと工夫していた。彼は口笛を吹きながら、アウル、ダッタン人の村を散歩した。さもなければ座って仕事をし、粘土で人形をこさえたり、小枝で籠を作ったりした。
ジリンは手先の仕事が器用であった。ある時人形をこしらえて、鼻と手と足をつけ、それにダッタンの着物を着せて屋根へ上げておいた。するとダッタンの女たちが水汲みに来た時、主人の娘のディーナが人形を見つけて女たちを呼んだ。女たちは水がみを下ろして立ち止まってそれを見て笑った。ジリンは人形を下ろして女たちに突き出した。女たちは笑ったが誰も取ろうとしない。彼はそこで下に置いて小屋へ引き込んだ。そして女たちがどうするかと思って見ていた。ディーナがその人形へかけてきて周りを見回し、それをつかんで逃げていった。あくる朝の夜明け、ジリンは外を眺めていた。ディーナは家から出てあの人形を赤いきれでくるんだのを持ってきて敷際に腰をかけた。そして赤ん坊にやるようにその人形を揺すぶりながらダッタンの子守歌を歌った。するとおばあさんが出てきてディーナを叱り、人形をひったくって粉々に壊した。そして用意つけてディーナを向こうへやった。けれどもジリンは前のより上手にもう一つ人形をこしらえてディーナにくれてやった。するとディーナはある日小さな壺を持ってきて地面へ置き、ジリンをじっと見ながら座り込んだ。そしてその壺を指さしながら笑った。なぜこんなに機嫌がいいんだろうとジリンは思った。で水だろうと思って壺を取り上げたら、それが牛乳だということが分かった。彼は牛乳を飲んでこう言った。こいつはうまい。ディーナはひどく喜んだ。いい、言わん、いい、と言って踊り上がり手をたたいた。そして壺をひったくるように掴んで逃げていった。それからあとは毎日牛乳をこっそり持ってきた。ダッタン人はヤギの乳から一種のチーズをこさえるが、これは自分の家の屋根へ上げて干すのである。で、時としては、このチーズを人目をごまかして少し持ってきた。ところがある時、アブタルが、羊を掘ったら、この肉を一切れ袖に入れて持ってきた。ディーナはいつでも食べ物を投げるとすぐ逃げてしまった。ある日、ひどい嵐がやってきて、雨はまる、ひととき滝のように降った。どこの川も濁った。浅瀬は水かさが七尺も増した。そして石がゴロゴロ転がされていくくらい流れは激しかった。笹にごりは至るところに走り、小山がゴーゴーと鳴る音はしばらくもやまなかった。で、あれがやむと水は村の通りを背をなして流れ落ちていった。ジリンは主人からナイフを借りて小さい筒を作り、また板を小さく切って車の輪をこさえ、この輪に二つの人形両側へ一つずつあてがった。女の子たちは彼に着物の切れを持ってきてくれたので、この人形を一つは百姓に、一つは百姓のおかみさんに仕立てた。それからほどよくみんなを酔いつけて、この輪を水の流れる勢いで回るように据えつけた。輪はぐるぐる回り出した。人形は踊った。村中総出でぐるりにたかった。子供や娘や男や女がみんな出てきて舌を鳴らした。アーロス、アーイワン。アブダルにロシア製の柱時計があったが機械が壊れていた。彼はジリンを呼んでこれを見せ、舌を鳴らした。ちょっとよこせ、直してやろう、とジリンが言った。彼はナイフで一つ一つほぐし、機械をえり分け、そして元のように組み合わせた。そしたら時計は元通り動き出した。主人は喜んだ。そして穴だらけになった古いテニックを一枚礼にくれた。ジリンは断るわけにいかなかった。そこで夜来て寝るものにとにかく使った。これからあとジリンの評判が広がった。そして銃やピストルの中身を持ってきたかと思うと、今度は懐中時計を持ってきて、はるばる遠くの村々から繕ってもらいにダッタン人がやってきた。ジリンの主人は彼に道具を少し、やっとこ、ねじ切り、やすりなどをくれた。ある日、ダッタン人が病気になった。すると仲間の者がジリンのところへ来て、一つ直しに来てくれ、と言った。ジリンは医者のことは何にも知らなかった。しかし行ってみてやった。そして一人こう思った。どのみちこいつはよくなるに違いない。
彼は小屋へ帰って砂に水を少し混ぜた。それから脱炭人どものいる前で薬に何か一口二口小声で言って病人にやり、それを飲ませた。運よくこの脱炭人は元の体へ帰った。ジリンは少し向こうの言葉が通じるようになって、脱炭人のあるものとも懇意になった。彼らは用があれば、イワン、イワンと呼びに来た。他の者はまだしかし獣でも見るようにジリンを見ていた。例のひげの赤い脱炭人はジリンを嫌っていた。いつでもジリンを見ると顔をしかめて脇を向いた。さもないと口汚く罵った。もう一人アウルに住まないで小山のふもとからいつも登ってくる老人があった。ジリンはこの老人がモスクフイフイ教の礼拝堂へ行く途中を見るだけであった。背は小さく、頭巾の周りには白い切れが巻いてあって、顎ひげも口ひげも短く刈り込んで雪のように白く、顔はしばくちゃでレンガのように赤かった。鼻は鷹のように曲がっていた。灰色の目は鋭かった。そして歯は糸切り歯2本のほか何にも残っていなかった。老人は頭に頭巾をかぶって杖にすがって狼のようにギロギロ周りを見ながら通った。しかしジリンに会うと腹を立てて鼻を鳴らしそっぽを向いた。ある時この老人が住んでるところを見たいと思って小山を降りていった。細道をまっすぐに降りたら石の壁で囲った小さい花園へ出て、壁の後ろに桜やアンズの木や屋根の平たい小屋が見えた。でそれからもっと脇へ行くと編んだ藁でこさえた蜜蜂の巣が見えた。そして蜂がそちこち飛び回りながらブンブンうなっていた。例の老人は地面へ膝をついて、そのうちの一つの巣へ何か一心不乱にやっていた。ジリンは見たいと思って伸び上がった。そして足かせがガチャガチャ鳴った。老人はぐるりと見回して一声わめきながら帯の間からピストルを引っ張り出した。そしてジリンを狙って撃った。ジリンはとっさに壁の後ろへうまく身をかわした。老人はジリンの主人のところへ行って苦情を並べた。主人はジリンを呼んで笑ってこう言った。お前なぜじいさんのうちなんか行ったんだい。俺はあのじいさんには何もしやしないよ、とジリンは答えた。ただじいさんの暮らしを見たいと思っただけだ。主人はジリンの言った通りのことを言った。けれども老人はカンカン怒った。彼はその糸切り場を向いて、ジリンに拳を振り回しながら口をシュッシュ言わせて早口に喋っていった。ジリンは全くわからなかった。けれどもロシア人なんかアウル内にかまっておいちゃ不都合だ。そんなものは殺してしまう方がいいとアブダルに話してるのがほぼ飲み込めた。結局老人はこうして出ていった。ジリンはあの老人はどんな人だと主人に聞いた。あれか？あれは偉いやつだよ、と主人は言った。あれは俺の仲間では一番強いやつだ。ロシア人をたくさん殺したし、一時は大変物持ちだった。かみさんが三人、子供が八人あって、みんな一つ村で暮らしていた。ところがロシア人が来て村を壊し、あれの息子を七人殺した。たった一人息子が残ったが、これはロシアへ投降した。するとあの年寄りも出かけて行って投降し、ロシア人の中へ入って三月も暮らした。その三月の終わり目に息子を見つけ出して、そいつを自分の手にかけて殺して逃げてきた。それから戦いはやめてメッカへ参詣して神様へ祈った。だからあの人はあんな頭巾をかぶってるんだよ。何でもメッカへ行った人は恥とみんなに言われて、頭巾をかぶるんだ。あいつはお前たちと仲間が嫌いでね、お前を殺せと言うんだよ。だが俺にはお前は殺せない。お前のためには金も使ったし、それに対しお前が好きになったよ、イワン。俺は殺すどころか約束さえしなければ話してやりたくないくらいだ。とそれから笑ってロシア語でこう言った。お前イワンいい、俺アブダルいい。し
ジリンはこんな風にして一月暮らした。昼のうちはアウル内をぶらついたり、手細工に身を入れた。しかし夜になってアウルがすっかり寝静まると、小屋の床下へ穴を掘った。この穴を掘るのは石があるので容易な仕事でなかった。しかし石はヤスリで切り取った。そしてとうとう抜けられるくらいの穴を壁の下へこさえた。土地の様子さえわかれば閉めたもんだ、と彼は思った。それから方角だ。ガタッタン人には聞くわけにいかない。そこで向こうの小山へ登って人渡り見ておこうと思って。昼飯過ぎ主人の留守を見計って家を出た。しかし主人はいつでも息子に言いつけておいてジリンの番をさせ、彼を見失わないようにしていた。そこで息子は追いかけながら怒鳴った。行っちゃいけないよ。お父さんが出すなと言ってるんだよ。帰らないと大きな声をして近所の人を呼ぶよ。ジリンはこの子をなだめすかしにかかった。そしてこう言った。何、遠くへ行くんじゃないよ。あの小山へちょっと登りゃいいんだ。草を探そうと思ってるんだ。病人に使う草をね。よかったらお前一緒に来るがいい。こんな枷をかけられてどうして逃げられるもんか。明日になったらお前に弓と矢をこさえてやるよ。こう子供をすかして、それから二人で出て行った。小山は頂まで遠くないようだった。しかし足には枷をかけてるという容易ならない歩きようだ。ジリンは仕方がないから、のべつ足を前に運んで、やっとのことそのてっぺんへ登り寄せた。で、そこへ座り込んだ。南の方、例の小屋の向こうには谷があって、一群れの馬がそこで草を張っていた。そしてその谷底に別のアウルが見えた。この向こうにはまだ険しい小山が一つあって、そのまた向こうにまた一つ小山があった。この二つの小山の間、遠く青い色をしたところに森があった。そしてそれをずっと離れたところに連山があって、それがだんだん高く高くとそびえており、その一番高いところに砂糖のような真っ白い雪をかぶっていた。そして雪をいただいた頂がまた田を抜いて、一つその上にそそり立っていた。東にも西にも同じような小山があって、そこここの狭間のアウルからは煙が昇っていた。ああ、と彼は思った。どこもかも、みんなだったんなんだな。それからロシアの方へ向いた。足元で川が一つと、彼のいるアウルが小さい花園に囲まれてるのが見えた。豆人形くらいの女どもが、この川端に座って着物を洗濯してるのも見えた。アウルの向こうには小山があって、南にあったのよりずっと低く、そしてその向こうには木のこんもりした小山が二つあった。その間に平らな青い腹があり、そしてその向こうの向こうの腹を越した先に、何か獣の群がりのようなものがあった。ジリンは城塞にいる頃、いつも火がどっちから出てどちらへ沈んだか思い出そうとした。そしてその覚えがちっとも間違ってないことが分かった。ロシアの城塞はこの腹のうちに違いない。で、いよいよ逃げることになればこの二つの小山の中を行かなくっちゃなるまい。日は沈みかけた。白い雪の山々は赤く染まって、暗くなった小山はなおなお暗くなった。霧は下の狭間から立ち込めて、ロシアの城塞があるとおぼしいあたりの谷は夕日の光で火事のようだった。ジリンは念を入れて見守った。何かその谷の中で煙突の煙のようなものがたなびいてるように思われた。そこで確かにロシアの城塞はあそこにあると思い込んでしまった。日は暮れた。モラーの叫び声が聞こえた。馬は家の中に追い込まれ、牛はうなっていた。そして子供はひっきりなく、お家へ帰ろうよ、と言った。けれどもジリンは帰る気になれなかった。しかし結局二人は帰った。よしよし、と彼は思った。これで道もわかったから、今度は逃げる番だ。で、ジリンはその晩逃げようと思った。夜は真っ暗で、
月は全く欠けてしまって影になっていた。ところがその晩、運悪く堕胆人が帰ってきた。彼らはいつもなら家畜を前に追いながら上機嫌で帰ってくる。ところがこの晩は一匹も連れてこなかった。彼らの連れてきたものはただ一人の殺された堕胆人、例のひげの赤い男の兄弟の死骸だった。彼らはげっそりした顔して帰ってきた。そして弔いをするために皆集まった。ジリンも出かけて見に行った。死骸は缶へ入れずにリンネルの切れで巻いた。そして村から運び出して鈴懸の木の下の草へ置いた。モラーと年寄りがやってきた。彼らは帽子の周りを切れで巻き、靴を脱いでかかとの上へ腰を据え、死骸のそばへ並び合った。モラーは前のところにいた。彼の後ろには頭巾をかぶって三人の年寄りが一列に並んだ。そしてそのまた後ろに他の脱炭人がいた。彼らはみんな目を下へ伏せ、口をつぐんで座っていた。これが長いこと続くと、ついにモラーは頭を上げて、あらー、神ということ、と言った。彼はたった一言こう言った。すると一度はまた、目を下へ伏せて長いこと口をつぐんでいた。彼は全くじっと座っていて、目動き一つしなければ物音一つ立てない。再びモラーは頭を上げて、あらーと言った。すると一同はその後を追った。あらーあらー、そしてまた無言になった。草の上には死骸がピクリともしないで横たわっていた。彼らも死んだようにじっと座っていた。誰一人動くものがない。ただ鈴懸の葉がそよ風にそよいでるばかりである。そのうちモラーは祈祷の句を繰り返し、一同は立ち上がった。彼らは死骸を持ち上げて腕に抱え、地へ掘った穴へ運んだ。穴は当たり前の穴ではなかった。地の下へ穴蔵のように掘り込んだ穴であった。彼らは死骸の脇の下と足を抱えてそれを曲げ、やんわりと下へ下ろして腕組みをさせ、座った姿勢にして地の中へ押した。例の野貝が緑色のイグサを持ってきた。彼らはこれを穴へ詰めた。そして手早く土をかけて地べたを平らにし、死人の頭のあたりにまっすぐな石を据えた。それからみんなで地を踏み固めて、またも一列に墓の前に座ってしばらくじっとしていた。ついに彼らは立ち上がって、あらあらあらと言ってため息をついた。赤いひげの脱炭人は年寄りどもに鐘をやった。それから自分も立ち上がって鞭を取って額をそれで三遍叩いた。そして家へ帰った。明くる朝、ジリンは赤いひげの脱炭人が三人の仲間を連れ、メウマを村から引き出していくのを見た。村を出ると赤いひげの脱炭人はチェニックを脱ぎ、下着の袖をまくってたくましい両腕を出した。それから短剣を抜いて砥石を当てて研いだ。他の男がメウマの首を持ち上げると、彼は馬の喉を切ってそれを倒し、大きな手で顔を引き離し引き離し、皮剥ぎを始めた。女や娘が来て腹綿や臓腑を洗い始めた。メウマは細かに切られた。肉は小屋へ持って行った。村中赤い脱炭人の小屋へ集まって弔いの地層を受けた。彼らは三日間のべつメウマの肉を食い、ブザを飲み、そして死んだ人のお祈りをした。脱炭人はみんな村に泊まった。四日目のお昼時、ジリンは彼らが出かけの用意をしているのを見た。馬は引っ張り出された。みんなは支度を整えた。そしてそのうち10人ばかり、その中には赤いひげもいる。馬で出て行った。しかしアブダルはうちに残った。月は新月であった。夜はまだ暗かった。うん、とジリンは考えた。今夜こそ逃げる時だ。彼はそれでコステリンにその話をした。けれどもコステリンの心は砕けていた。どうして逃げられるもんか、と彼は言った。俺たちは道も知らないんだ。道は俺が知ってる、とジリンは言った。知ってるって、人
晩じゃ城塞へは行けない、とコステリンが言った。行けなかったら森で寝るさ、とジリンは言って、空見たまえ、チーズを少し貯めといたんだ。こんなところにぼんやりしてたってしょうがないぞ。君んとこで身の代金を送ってよこせば、そりゃ結構さ。だがうまくできなかったらどうするんだ。ダッタン人は今怒っているんだよ。ロシア人に仲間が一人殺されたからね。奴ら俺たちを殺すなんて言ってるんだよ。コステリンは考えてみた。よし、行こう、と彼は言った。5。ジリンは例の穴へ入り込んで中を大きくし、コステリンも抜けられるくらいに広げた。それから二人とも、アウルがすっかり寝静まるのを待って座っていた。やがてあたりがひっそり静まると、早速壁の下をくぐって外へ出た。そしてコステリンに、来たまえ、と囁いた。コステリンも這い出した。しかし這い出そうとして、足で石にぶっつけて音を立てた。主人はブチ犬で、ウリヤーシンというひどく気の荒い犬を飼っていた。ジリンは抜け目なくしばらく前から食べ物などをやっておいた。物音を聞いてウリヤーシンは吠え出し、そして飛び上がった。すると他の犬も同じように吠え出した。ジリンは低く口笛を吹いてチーズを一切れ投げつけてやった。ウリヤーシンはジリンとして尻尾を振り吠えるのをやめた。しかし主人は犬の吠えるのを聞いて家の中から怒鳴った。ヘッド、ヘッド。ウリヤシン。しかしジリンはウリヤシンの耳の裏をかいてやったので、おとなしくなって尻尾を振りながらジリンの足に身をすりつけた。彼らはしばらく片隅にいて隠れていた。あたりはまたもひっそりとして、小屋の中で羊が咳をするのと、溝の石に小川の流れがサラサラするほか何も聞こえない。夜は暗く、星は頭の上に高くかかり、沈みかけた新月が角を上にして赤く山の端に見えた。谷の中では霧が乳のように白かった。ジリンは立ち上がってコステリンに言った。さあ、いいぞ、行こう。二人は出た。しかしまだ五六歩も行かないうちに、アラーベシミラーイルラーマンと叫ぶのが聞こえた。これは村の人にすぐモスクへ出ろという意味なのだ。そこで彼らは壁の後ろへ隠れてまた座り込んだ。そして村の人が行ってしまうまで長いこと待っていた。そのうち当たりはまたひっそりした。さあ、いよいよやるぞ。神我らと共にあらんことを。二人は十字を切ってまた出発した。前庭を抜けて小山の腹を下って川へ行き、その川を渡って谷について進んでいった。霧は濃かったが、地の近いところだけであった。頭の上には大変星がキラキラと輝いていた。ジリンはこの星で方角をとった。霧の中は涼しくって歩くのは楽だった。ただ靴だけはすり減ってへしつぶれているので具合が悪かった。ジリンは脱いで放り投げた。そして裸足で石から石と飛びながら星を頼ってたどっていった。コステリンはそろそろ遅れがちになった。もちーっとゆっくり歩いてくれ、と彼は言った。この忌々しい靴のおかげで足が水ぶくれになってしまった。脱いでしまえよ、とジリンは言った。靴のない方が歩きいいぜ。コステリンは裸足になった。そしたらなお悪いことになった。石で足を切って四十後に残されがちになった。ジリンは言った。足を切ったって足はまた治るんだ。だがダッタン人に捕まって殺されたら、それこそおしまいだぜ。コステリンは返事をしなかった。そして始終うんうん言いながら進んだ。道は長いこと谷にかかっていた。すると右手に当たって犬の吠え声がした。ジリンは立ち止まって見回した。そして手で探り探り小山に登りかけた。しまった、と彼は言った。道を間違ったよ。あんまり右へ入っちまった。あそこにアウルがある。あれが小山から見たやつだ。引き返して小山を左へ登らなくっちゃいけない。あそこへ行くと森があるはずだ。するとコステリンは言った。ちょっと待ってくれ。一つ息をつかしてくれ。
足をほうぼう切ってどこもかもちだらけだ。何構うもんか。君、みんな治っちまうよ。君はもっと軽く飛ぶといいんだ。ほら、こんな具合に。こうしてジリンはかけながら引っ返して、小山を左に登って森を指していった。コステリンはやっぱり遅れがちであった。そしてうんうんうなった。ジリンはただ、シーッと言ったきり、先へ先へと進んだ。小山を登り切るとジリンの行った森が見つかった。二人はその森へ入って、バラヤブを押し分けていった。バラヤブは二人の着物を破いた。とうとう道のあるところへ来て、それをたどっていった。止まれ。二人は道の上のひずめの音を聞き、じっと耳を澄まし、音のするのを待った。その音は馬の足音のようだった。が、その時止んでいた。二人は前へ進んだ。するとまた足音がした。二人が立ち止まると、その音も止む。ジリンは、そちらの方にずっと張っていった。そしてまるっきり何も見えないというくらい、暗くもない道の上に何か立ってるものが目に留まった。馬のようだが、まるっきり馬のようでもない。上に何か奇妙なものがあるが、人間のようでもない。彼はその見えたものが、ふうふう、鼻息をつぐのが聞こえた。一体これは何だ？ジリンは低く口笛を吹いた。するとその生物は道から飛び出してどっと茂みの中へ突き進んでいった。すると森はパチパチという音でいっぱいになって、ちょうど暴風でも枝を吹き降りながら渡っていくようだった。コステリンはびっくりして地べたへへたばった。しかしジリンは笑ってこう言った。何ありゃ鹿だよ。ほら、角で枝を折っていくのが聞こえるじゃないか。俺たちは向こうを怖がったんだ。ところが向こうでも俺たちを怖がったんだ。二人は進んだ。大熊星はもう沈みかけていた。もう夜明けも近いのだ。しかし彼らは本道路を行ってるのか行ってないのかわからなかった。ジリンはダッタン人に連れられてきたのはこの道で、まだロシアの城塞には三四里あると思っていた。しかし彼はこれと言って頼っていくものは何もなかった。それに夜というものは道を間違いやすいものである。しばらく経って彼らは開墾地へ来た。コステリンは座り込んだ。どうとでもしてくれ。俺はもう歩けない。足が効かない。ジリンはいろいろ励ました。いや、どんなことしたってとてもあそこまではいけない。俺はダメだ。ジリンは腹を立てて荒っぽくこう言った。よし、じゃあ俺は一人で行くよ。さようなら。コステリンは飛び上がった。そしてついてきた。彼らはこうしてまた一里半ぐらいも行った。森の中の霧はまた一段と濃くなって、二人は一軒先も見えなかった。星もぼんやりしてきた。不意にこの時前の方でひずめの音がした。蹄鉄が石にカチカチぶつかる音がしたのだ。ジリンはへたばって耳を地に当てて聞き澄ました。うん、やはりそうだよ。こちらの方へ馬に乗ったやつが一人やってくるんだ。二人は道の外へ駆け出して草むらの中にしゃがんで待っていた。ジリンは道端へ張って行ってみていた。そして馬に乗ってるダッタン人が一人牛を追いながら鼻歌をうなってくるのを見た。ダッタン人は通り過ぎた。ジリンはコステリンのところへ帰った。うまく通っていったよ。さあ立ちたまえ、行こう。コステリンは立ち上がろうとした。しかし、またのけざまに倒れた。俺はダメだ。とてもダメだ。この通り力がすっかり抜けちまった。コステリンは太ってどっしりしていたので、汗をダクダクかいていた。霧のためには寒気がするし、足はどこもかも血だらけで、全くびっこになってしまった。ジリンは彼を引っ張り起こそうとした。その時コステリンは不意に金切り声を上げて、あ、痛いと言った。ジリンはヒヤッとした。なぜそんな声を出すんだ。ダッタン人はまだそこにいるんだぜ。きっと向こうじゃ今の声を聞いたに違いない。そして胸の内でこう思った。この男は全く弱ってしまったんだ。俺は一体これをどうしたらいいんだろう。友達を捨てるなんていいことじゃない。じゃあ起き上がって、
俺の背中へ乗りたまえ。君が実際歩けないならおぶっていこう。彼はコステリンを背に乗せて両腕を相手のももへかけた。それからコステリンを背負って道へ登った。これだけ五条だと彼は言った。手で喉を締めないようにしてくれ。肩へとっ捕まってくれ。ジリンはなかなか重いと思った。彼の足もやはり血が出ていたし、それに彼とてもくたびれきっていた。時々立ち止まってコステリンの釣り合いを直し、彼をせり上げてもっと高く追っかからせるようにし、そしてまたも前へ進んだ。しかしさっきの脱炭人はコステリンの声を実際聞いたに違いなかった。ジリンは不意に後ろで誰か馬を飛ばして脱炭後で怒鳴ってくるのを聞いた。彼らは草むらへ突き進んだ。脱炭人は鉄砲を取って、彼らにこそ当たらなかったがそれ落ち、脱炭後で怒鳴りながら馬を飛ばしてその道を去った。さあこれで俺たちはダメだよ、おい、とジリンが言った。あの犬目が脱炭集めて俺たちを駆り出すんだろう。ここから一里先も先に行ってないと俺たちはダメだ、とこう言って胸の内で思った。なんだってこんな丸太をしょい込んだんだろう。俺が一人ならとっくの昔についてたんだ。君一人で行ってくれ、とコステリンは言った。俺のために自分を犠牲にする法はないじゃないか。いいや、そんなことしたくない。友達を捨てるなんていいことじゃないよ。ジリンはコステリンを再び肩へ乗せてひょろひょろ歩いていった。彼らはこんなことして十丁ばかりも行った。道はまだ森の中で、その橋がなかなか見えなかった。霧は風に消えていたが、雲が出てきた模様であった。星はもう一つも見えなかった。ジリンは全く弱り切ってしまった。二人は道際に石で囲った清水のあるところへ出た。ジリンは立ち止まってコステリンを下ろした。休んで水を一口飲もう、と彼は言った。それからチーズを少し食おう。ここまで来ればもう大して遠くない。けれども一口飲もうと思って小ごむか小ごまないうちに後ろの方で馬の足音がした。彼らは再び右手の草むらへ飛び込んだ。そして険しい坂の下へ伏していた。そのうち脱炭人の声が聞こえた。彼らはちょうど二人が道を飛び出した場所へ来て立ち止まった。脱炭人はちょっと相談をした。それから一匹の犬に匂いを嗅がして後をつけさせている模様だった。小枝のパチパチいう音がして、見慣れぬ犬が草むらの後ろから現れた。犬は立ち止まって吠え出した。するとこれも見たことのない脱炭人が坂をよじ降りてきて、ジリンとコステリンを捕まえ、縛って馬へ乗せ、これを伴って立ち去った。約一里ぐらいも行くと、彼らは二人の持ち主であるアブダルが、他の脱炭人二人を引き連れてきたのに出会った。彼はこの知らない人たちと話した後、ジリンとコステリンを自分の馬二匹へ乗せて、アウルへ連れて帰った。アブダルはもう笑いもせず、口一つ聞かなかった。夜明けまでにアウルへ帰って、村の通りで降ろされた。周りには子供が集まって石を掘ったり、キャッキャわめいたり、無地でぶったりした。脱炭人は車座になった。山の下から例の老人も出てきてそこにいた。一同は評議を始めた。そこで自分とコステリンはどんなことになるかと思いながら、彼らの言うのをジリンは聞いていた。ある者は二人をもっと山の奥へ送るがいいと言った。しかし例の老人は殺さなくっちゃいけないと言った。アブダルはこの老人と言い争ってこう言った。俺はあいつらには金を出した。だからあいつらの身の代金を取らなくちゃいけない。すると老人は言った。あいつらはお前には何も出しはしない。出したら悪いことだけだろう。ロシア人を養っておくのは罪だ。殺してしまえ。そしてもうおしまいにしてしまえ。道道は解散した。でみんな行ってしまうと、主人はジリンのところへ来てこう言った。もしお前の身の代金が2週間内に来ないと、お前をひっぱたく。
もしまた二度と逃げようなんてすると、俺は犬同様に殺してやる。手紙を書け。しっかり書け。紙を持ってきたので、二人は手紙を書いた。足には枷をかけられた。そしてモスクの裏、二間四方ばかりの深い穴のあるところへ連れて行かれて、その中へ降ろされた。6。生活は今彼らにとって無ごく辛いものになった。枷は一度も外してくれなかった。また新しい空気を吸うために出してもくれなかった。焼きもせぬ練り子は犬でもやるかのように放ってよこされた。水は缶に入れて下げてよこした。穴はじめじめして息がこもって、それに恐ろしく嫌な匂いがした。コステリンはすっかり病みついて、体をむくんで苦し、至るところズキズキ痛むので、四重うなったり眠ったりしていた。ジリンもやはりめり込んだ。彼は形勢がひどく悪いと思った。そして逃げる工夫もろくにつかなかった。抜け穴をこさえようと思ったけれど、土を置く場所がなかった。これが主人の目について、彼を殺すと言って脅かした。ある日、穴の底の床へ座って自由な身の上を考えたり、大変心細い気になったりしていると、不意に膝へ菓子が一つ降ってきた。続いてまた一つ降って、それから今度はさくらんぼがバラバラっと降ってきた。見上げるとディーナがいた。彼はジリンを見て笑った。そして逃げていった。ところでジリンは考えた。ディーナが俺を助けてくれないかしらん。彼はちょっと穴の底を片付けて、粘土を少しこそげ取って人形をこさえ始めた。ディーナが来たら放ってやろうと思いながら、人だの馬だの犬だのこしらえた。けれどもディーナは次の日来なかった。ジリンは馬の足音を聞いた。四五人馬で通っていった。そして脱炭人がモスクのそばで相談に集まった。彼らは大きな声を出して言い争った。ロシア人という言葉が幾度も出た。例の老人の声も聞こえた。で、言ってることはよく聞き取れないが、大体察したところでは、ロシア軍がどこかこの近くにいるということと、脱炭人はこのロシア軍がアウルへ来るかもしれないと思って、捕虜の始末に困ってるのであった。彼らはしばらく話をして行ってしまった。と不意に頭の上でカサカサ音がした。そしてディーナが目に入った。ディーナは膝頭を頭よりも高く折っ立てて穴の縁にしゃがみ、前こごみになって、弁髪の銀貨をプランプランさせた。その目は星のようにキラキラ光った。娘は袖からチーズを二つ出して彼をめがけて放り投げた。ジリンはそれを取ってこう言った。どうして今まで来なかった？お前にやろうと思って人形をこさえたところだ。さあ、取れよ。こう言って一つ一つ人形を放り上げた。しかし娘は首を振って見向きもしなかった。人形なんていらない、と言った。そしてしばらく物も言わずそうやっていた。そのうちまたこう言い続けた。いいわ。あの人たちがお前を殺すと言ってるよ。こう言って自分の喉を指さした。誰だ？そう言ってるのは。お父さんにじいさんがぜひそうしろと言うんだよ。でも私はお前がかわいそうだ。ジリンは答えた。よし、俺がかわいそうなら、お前長い竿を一つ持ってきてくれ。ディーナは首を振って、できないという意を見せた。ジリンは両手を合わせて頼んだ。ディーナ、どうか持ってきてくれ。かわいいディーナ、ご賞だ。そんなことできないよ、と娘は言った。持ってきたってみんなに見つかってしまう。みんなは村にいるんだよ。ディーナは言ってしまった。こうして晩になった。ジリンは時々上の方を見上げては、どうなることだろうと思いながらまだ座っていた。星が出た。しかし月はまだ昇らなかった。
モラーの声が聞こえて、やがてあたりはひっそり静まった。ジリンは眠くなって、うとうとしながらこう思った。娘は怖くてできないんだよ。と不意に、この時粘土が落ちてきて、頭へ触れた。見上げたら向こうの壁へ、長い竿をほっつき回してるのが目に入った。竿はちょっとの間、つっつき回されていたが、やがて穴の中へスルスルと滑り落ちてきた。ジリンはもう嬉しくてたまらなかった。彼は掴んでそれを引き下ろした。それはなかなか丈夫な竿で、線に主人の家の屋根に乗ってるのを見たことがあった。ジリンは上を見た。星は空に高く輝いていた。そして穴のすぐ上にはディーナの目が猫のように暗がりの中でキラキラ光っていた。娘は穴の縁にぴったり顔をつけてかがんだ。そして、イワン、イワンとささやきながら、顔の前で手を振って低い声でイエーという様子をした。なんだよ、とジリンは言った。たった二人置いてみんな出て行った。そこでジリンは言った。さあコステリン来い。最後の努力をやってみよう。俺は君を押し上げてやるよ。しかしコステリンは聞かなかった。いや、ダメだよ、と彼は言った。俺がここから出られないのは分かったことだ。どうして行けるもんか。寝返りする力もないのに。よし、じゃあさようなら。俺を悪く思うなよ。彼らは互いにキスした。ジリンは竿を掴んでディーナに頼んで押さえさせ登り出した。彼は一二度滑った。足かせが邪魔したのだ。コステリンも手を貸して、ジリンはどうにかこうにか上までこぎつけた。ディーナはその小さい手でジリンのシャツを力いっぱいに笑いながら引っ張った。ジリンは竿を引っ張り上げてこう言った。これを元の場所へ返してこい、ディーナ。そうしておかないと家の人は気がついてお前をぶん殴るぞ。娘は竿を引きずっていき、ジリンは小山を降りた。急な坂を降りてしまうと、先の尖った石を拾って足かせから杖をねじ切ろうとした。しかし杖は頑丈でどうしても壊れなかった。おまけに狙いどころを抑えることも容易にできなかった。その時誰か軽く坂を飛んでくる音がした。彼は思った。きっとディーナがまた来たんだろう。ディーナが来て石を一つ拾ってこう言った。私にやらしてくれ。ディーナは膝をついて座った。そして杖をねじ切ろうと思っていろいろやってみた。しかしディーナの手は小枝のように細く、それにまた力もなかった。彼女は石を放り投げて泣き出した。そこでジリンはまた杖をいじくりにかかった。ディーナはジリンの肩へ手をやって脇にしゃがんだ。ジリンは周りを見回すと小山の左手の空に赤い光がさしていた。月が今出るところであった。ああ、と彼は考えた。月が昇らぬうちにあの谷を越えて森へ入らなくちゃいけない。彼はそこで立ち上がって石を放り捨てた。稼がるにしろないにしろ、とにかく行かなくちゃならぬ。じゃあさようなら、かわいいディーナ、と言った。俺は一生お前を忘れないぞ。ディーナは彼をしっかりと掴んだ。そして持ってきたチーズの入れ場所を探し回った。ジリンは娘からそれを取った。ありがとう、俺の小さいやつ。俺が行ってしまったら誰がお前に人形をこさえてやるんだ、と言ってディーナの頭を撫でた。ディーナはわーっと泣き出して手で顔を覆った。それから弁髪の銀貨を背中でチャラチャラ鳴らしながら若いヤギのように小山を駆け上っていった。ジリンは十字を切って杖を手で押さえつけて音を立てないようにした。そして枷のかかった足を引きずり引きずり、今月が昇りかけてるあたりをめがけて街道に沿っていった。彼はこの道は今は知っていた。まっすぐに行けばほとんど山里行かなくちゃならない。月が全く昇らないうちに森に着いたら閉めたものだ。彼は顔を横切った。小山の後ろの空はだんだん白くなった。
彼はどこまでもそれを見ながら谷についてった。月はまだ見えなかった。光は次第に明るくなり、谷の片側がだんだん輝いて、影は彼の方へ近寄りながら小山のふもとへ引き込んでいった。ジリンはその影にどこまでも付き添いながら進んだ。彼は急いでいたのだが、月の足の方がまだそれより早かった。小山のてっぺんの右側がいち早くキラキラ光った。ちょうど森の手前にかかった頃、小山の後ろから白い月が現れた。そしてあたりは昼のように明るくなった。木の葉は一枚一枚見えた。小山の家は明るかったが、生きたもの一つないようにしんと静まり返っていた。あたりはひっそりして物音一つしない。ただ下を流れる川がごほごほ言うばかりだ。ジリンは誰一人出会う者もなく森へ着き、一休みしようと思って暗い場所を選んで座り込んだ。彼は休んだ。そしてチーズを一切れ食った。それから石を一つ探し出してまた枷を叩き外しにかかった。ひどく手を叩きつけたが錠は壊れなかった。彼は起き上がって街道についていった。半日近くも行ったらすっかり疲れ切ってしまって足がズキズキ痛んできた。10歩歩けば立ち止まらなければならなかった。これより他にしようがないと彼は思った。俺は力のある限り歩かなくちゃいけない。一遍座り込んだらもう立てない。城西へはとてもダメだが、夜が明けたら森に寝て一日そこにいて、夜になったらまた歩こう。彼は夜通し歩いた。ダッタン人が二人馬に乗って通った。彼はずっと遠くからその足音を聞いて木陰に隠れた。月は次第に青くなりかけて露が降りた。夜明けがおいおい近くなったが、ジリンは森の端へ来なかった。よし。と彼は思った。もう30歩歩こう。それから木の間へ入って座ることにしよう。彼は30歩歩いた。そしたら自分は森の端にいるのが分かった。彼はその縁に行った。もうあたりはすっかり明るくなっていた。そして彼の前、まっすぐのところに原と城塞があった。左手、傾斜地の根元際のところにかがり火が消えかかって、丸く煙が散っていた。そして火を囲んで人がたかっていた。ジリンは一心不乱に目を殺した。そして銃がギラつくのを見た。兵隊だ。コサックだ。ジリンは嬉しさで胸いっぱいになった。彼はなけなしの力を集めて、下の方へと山を下った。神よ、馬なんかに乗ってるダッタン人が、私を見つけることがないように願います。こんな見通しのきく原っぱで、いくら近いったって、あそこまで行くうちには追いつかれてしまう。彼はこう言うか言わないかに、不意に左の方二丁ばかり向こうの丘に、ダッタン人が三人目に止まった。向こうでも彼に目がついて突進してきた。ジリンはヒヤッとした。彼は両手を振って、ありだけの声を出して怒鳴った。兄弟、兄弟、助けてくれ。コサックはこの声を聞きつけた。そこで一体の兵卒が馬へ乗って、ダッタン人の行く先を切ろうと思って突進した。コサックは遠いし、ダッタン人は近かった。しかしジリンも最後の力を出した。枷を手で引っ張り上げて、コサックをめがけてかけた。そして自分で何をしてるかもほとんど夢中で、十字を切りながら怒鳴った。兄弟、兄弟、兄弟。コサックは15人ぐらいであった。ダッタン人はひるんで彼の手前で馬を止めた。ジリンはコサックの方へよろよろっと転げ込んだ。彼らは彼を取り巻いて聞き出した。お前は誰だ？何をする人だ？どこから来た？しかしジリンは夢中になって、ただ泣いて、兄弟、兄弟、とわめくばかりだった。他の兵隊が駆けてきて、ジリンの周りにたかった。一人はパンをくれ、一人はそばをくれ、もう一人はボドカをくれた。ある者は街灯でくるみ、ある者は足かせを壊してくれた。将校連は彼と知って城塞へ馬に乗せて連れて行った。彼の部下の兵隊は彼の帰ってきたのを見て喜んだ。
そして同僚はみんな周りに集まった。ジリンは自分の出会ったことを残らずみんなへ話してやった。うちへ帰って結婚しようという道でこんなことになったんだ、と彼は言った。そうだ、こうしてみると運命はそんなこと許さなかったんだ。そこで彼はその後ずっとコーカサスで勤務した。一月経ったらコステリンが身代金を5000ルーブル払って帰ってきた。彼はほとんど死んだようになってみんなに連れ返されてきた。